マゼンタのバトルクラフト。チャンネル登録よろしくね。皆さんこんにちは、マゼンタです。ということで、本日はメンテナンスはなかったんですけど、急遽こちらですね、ミニイベントと1周年記念復刻ガチャ第1弾開始ということで始まっております。まずガチャやってみますかね。この5人ですね。これは私の大のお気に入りです。普通に最初に普通に強いなと思って、このコハクちゃんもやっぱコハクちゃんって感じで強いです。あ、これそうですね、仮面の戦士金狼はめちゃめちゃ攻撃力が高くて、まあでもとても遅いなんで、均衡タイプとして出撃させるときにいいかなっていう感じですね。そう、そして銀狼ですね。自分で回復する能力っていうか、スキル持ってるんだったかな。で、なので3番目ぐらいに強いんじゃないですかね。侍金狼、通常金狼で、この銀狼、ガスマスク銀狼かなが強いと思います。あー、やっぱゲンはね、ほんとゲンはもう相変わらず範囲攻撃だったと思います、これも。で、やっぱり人気キャラですからね、このビジュアルいいよな。あ、スイカちゃん、砂鉄集めスイカちゃん、これもねすごく可愛いんで。あ、ドーピングドリンクですね。これは一番最強に下水顔なんじゃないですか。この辺りは SR だからですね、このスイカちゃんと。はい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 、めっちゃいいじゃないですか。あ、ちょっと待って、なんか書いてあったぞ。とりあえず提供割合とか見ていきますか。まあまあいつも通りかな。あー、でもそっか、この辺が違うのか。はい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 。で、10枚目がまたこんな感じで、ほう、こんな感じでやんす。はい、ということで、じゃあちょっと一回優勝限定を引きますか。引いちゃうのか。もうめちゃめちゃガチャ使わせてくるじゃんとか言って、まあただガチャの楽しみはありますからね。あ、皆さん第2回無料ガチャどうでした？あー、やった SSR。 なんか当たらなかったよって人多かったけど、私1枚当たりました。右京が当たりました。唯一貫突してるのにと。あ、やったー、ガスマスク銀狼。じゃあこっちも1回引いておきますか。わー、そうね、だから持ってない人はいいかもしんない、当たりやすいのかもね。どうなんだろう。おー、嘘だろ、初めて3枚とか来たんだろうけど、噛んじゃった。あ、やった、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。あ、すごいすごいすごい、あ、すごい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 、えばり嬉しい。先駆と、あ、ちょっと待って、 SR、待って待って、誰が来たっけ最初。記憶力、記憶力。え、ガスマスク銀狼か。あ、クロムもさっき来ましたね。あげれる、あげます。あ、すごい上がりました、すごいな。と、あ、これか、あげれます、やばいんだけど、あげます。バリ強いんだが、やば。そう、これ結構攻撃力強いですからね。そうで、あとは、3枚来たよね、3枚と1枚来たよね、これでしょ。あげれる、やった、嬉しい。 18% と 2%。 あ、すごい、 26% やばと 3% ね。あと誰だったっけ、 SSR。 思い出して、思い出して、思い出して。あ、これ来なかった。あ、これはあれね、よいしょ、あれだったっけ、思い出して思い出して。あ、ガスマスク銀狼。あー、やった、あげれる、嬉しい。いきまーす、12と 80%、 1.6% ね。17と 2.6% になりました。すごいですね、意外と当たるかもしれないです。そんな感じで引きたい人はね、引いてみてください。欲しいキャラがあるなーって方は。まあ、終わりがてえ、もらえるもんはもらっとくわ。
で、あとはバトルですよ、ミニイベント。ワースキップチケットとかもらえるんや。ちょっと待って、条件遠行タイプ、突撃タイプ、マジですか。あ、すごい、何回まであんのかな。遠行タイプ、近行、突撃タイプか。じゃあどの編成で組むかな。ちょっと編成します。侍メンバーで行ってみようかな。ちょっと行ってみます。戦闘ならば任せてもらおう。私の出番だ。すごくない、この侍メンバーみんな着物ですからね。やばい、防御の勤労が。次は OK、 ガチャもらえるっぽいです。いきます。勝てるかな。はい、ということでなかなか勝てませんということで、これは流水のリーダースキルですね。これ最大50パンまでなるんですけど、それいったらいけそうかなっていう感じなので、それで頑張ってみたいと思います。いろいろやった結果ちょっと無理だなと思って、そんな感じでした。難しいチャレンジ報酬3 60秒以内が結構厳しいので、皆さんも挑戦してみてください。それでは